さてさっさとね、スオウを解放しましょう。かわいそうに。ご飯はちゃんともらってたんだろうか。ちゃんと、クー100と一緒に過ごさせてもらえただろうか。ちゃんと ASMR の配信をやらせてもらえていただろうか。でもさ、ギトパトラのことだからさ、あれだと思うんだよな。田舎に来たから、環境音録音して帰ろうかなって絶対思ってるよ。ナトリ、鍵取ってきてくれたのね。怪我はない？大丈夫？大丈夫。パトのためにごめんなさい。いいってことよ。じゃあ、帰ろうか。僕たちの家に。ありがとう、ナトリ。私の思った通りの人だったわ。本当にありがとう。スオが仲間になった。よっしゃー、やっと、パート3にして、仲間が増えたぞ。てか、スオさん、バッグ持ってる？やっつー今まで、どれだけ物が持てなかったか。パトラ、記念に記念に絵はがきあげるわ。絵はがき。大切にしてな。武器もなし、ボディもなし、腕もなし、その他もなし。オフェンスにディフェンスに守護らねば。何が使える？ PK フリーズ。ちょっと使ってみていいかい？136？ おいより強いやないかー。絞ってもらわねば。なんで当たらないんだよ。せっかくやっただろうが。お願いします。パトラ？パトラ？ったく、しょうがねえ女だな。俺が守ってやらなければ。もうレベルが12。IQ まで上がって、 PP が5も上がって、よかったー。ここからやり直しができて。やばすぎるー。ごめん、バトラ。殺しちゃった。友達が死んじゃって。友達が死んじゃったんですけど。そんな人いないみたいだけど、私の思い違いかな。いや、いるんです、いるんです。後ろにいるんです。後ろにいるんですよ。いるんです、本当にいるんです。見えないですか？見えないですか？スオさんなら先ほど運び込まれました。意識が戻らないんですが。払えない。あなたの友達でしょ。死んじゃいますよ。パトラずっと後ろにいてくれてるのに。ごめーん。すいません、生き返りお願いします。あ、よかった、 PP まで戻るんだ。お前ら過保護なんだよ。一つ言わせてもらってもええか？そう、パトラさ、HP62 しかないんだから、お前らめちゃくちゃこまめに進めてくるけどさ、ナトリの時はさ、そんなさ、馬で回復いいだろみたいな感じで言ってたのにさ、どうしてパトラにはそんなに過保護なんだい？お世話になってるからだろうって。っていうか、まずパトラの、まず仕事は、サイマグネットで、PP を、奪いまくる。根こそぎ PP を奪いまくるのが、まず、パトラの仕事だ。パトラには、泥棒をさせると。いやー！ちょっと待って！致命的な言っときは、オート！ねえ、オートにしたらいいって、嘘ついた！え？パト、スオの尊い犠牲によって、あと一旦バトラが耐えられたら、経験値が上手かったのに。ごめーん。ごめーん。スオに泥棒させるだけ泥棒させて、俺は経験値一人で、真の泥棒はナトリだった。ごめーん。よかったね、これでパトラと差ができた。そうや、これでパトラと差をつけることによって、
どっちが偉いのかっていうのをちゃんと分からせないといけなかった。危なかった。このままだといつの日かバトラがナトリを超えて主人公の地位が変わってしまうところだったから、やっぱここで一つハンデを持ってももらわないと いけないですからね。計算のうちです。超バトラ、バトラごめん、バトラごめん、病院行こうな、病院行こうな、100ドル握りしめて病院行こうな。あ、先にそっか、音回収しないといけないんだった。ちょっと待って、もう早く、早くさ、パトラを治してあげなきゃいけないという気持ちでいっぱいになってしまった。音回収よりも仲間の命を大事にする主人公の鏡。あ、そう、それや、それ、気持ちいいコメント。気持ちのいいコメントありがとう。パトラが生き返った。よかった、ありがとう。やっぱレベル上げが大事だよな。これからもレベル上げ頑張っていきたいと思います。レベル上げじゃなくて、レベル盗みましたよねって。よ？何を言ってるんですか？レベル盗んだじゃん。正当なレベリングでしたが。